日産デイズブラインドスポットモニター社外品取り付け。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、社外品のブラインドスポットモニターキットというものをね、購入しました。こちらの製品を日産デイズに取り付けていく動画となっておりますので、よろしければお時間のある限り最後まで見ていってください。それではですね、早速取り付け動画に入っていこうと思います。まずはテールランプを外します。左右ですね、テールランプ外して、そしてバンパーを外します。でバンパー外したらキットを取り付けていくっていう順番になります。まずは老眼鏡をですね、はめます。まずはですね、この下の部分ですね、こちらをね、剥がしますね。プラスチックのカバーがありますので、そちらをこのようなね、ものでですね、剥がします。そしたらゴムの部分をベリッと剥がしていくと、テールランプが外せるようになります。テールランプとかですね、ボディとかを傷つけないように、一応養生テープで周りをですね、軽く養生しておきます。で、10ミリですね、10ミリのナットが2個ついておりますので、そちらを外します。そしたらあとは勢いよく引き抜くだけですね。で、ケーブルがありますので、ケーブルも抜いておきます。そうすると、ペロッと剥がれます。はい、外れました。こちらをですね、左右、両方のテールランプも同じ同様にですね、外しておきます。で、バンパーもですね、10ミリですね、10ミリのボルトで止まってる箇所がありますので、そちらを外します。で、バンパーの下側ですね、クリップが止まっておりますので、クリップを外しておきます。で、バンパーの表側の方ですね、にもクリップがあります。このようにですね、2段構成になっておりまして、内側の丸い部分があって、それをですね、引き抜いておいて、そこから外側のですね、プラスチック部分をまっすぐ引き抜けば簡単に取れます。爪をね、折ってしまわないようにね、ここのところはですね、ちょっと丁寧にですね、で、テコの原理を利用するとうまくいくと思います。ちょっとね、慎重にやるとですね、力はそんなに入れなくても大丈夫なんですが、クリップを破損するとちょっと面倒ですので、落ち着いてやるといいと思います。そして同じくですね、傷防止のために
養生テープで保護しておきます。そしたらバンパーを引き抜きます。そうするとですね、バンパーが取れるんですが、この車両はあのセンサーがボディと車体とですね、つながっているもんですから、そちらがですね、脱落しないように上からですね、ちょっと吊るしております。で、剥がすとですね、すっかりですね、汚れておりますので、まあ、この機械にですね、パーツクリーナーと、まあ、何でもいいですけども、洗剤等で汚れを拭いておくといいかなと思います。まあ、こちらはね、やってもやらなくても大丈夫だと思います。そして、キットから取り出して、センサーの部分ですね、こちらが。センサーの部分と、それから、モニターの部分がありますね。こちらセンサーになります。左右どちらでも同じものなので、あと配線の時に気をつければ大丈夫です。で、説明書が、まあ、英語ですが、まあ、見た目ですぐわかると思いますね。で、こちらの車両はですね、このようにベロがついたゴム製のですね、ものが、窓がついておりますので、そちらに這わせます。そして今、両方ね、つけた状態であります。で、右と左とですね、間違わないように、印を、右側なら右側、左側なら左側、どちらでもいいんですけども、色のついたテープをですね、貼り付けておいて、後で配線を引っ込むときに、左右を間違えないようにすれば OK ですね。で、このようにですね、つきまして、今、タイヤハウス、後ろから眺めてると、水がね、入ってくるといけないので、水が侵入しないように、100均のアルミ板を加工して取り付けております。はい、車両に取り付けが終わったので、こちらの方を今試しております。後ろから、斜め後ろからですね、車両が近づきますと、こちらのモニターがですね、赤く光ります。だいたい位置をね、調節する、角度をね、調節するというか、そういう意味合いもありまして、まあ、お好きな角度にすることによってですね、近づく車両の、距離をですね、ある程度こう調整することができます。はい、今回はいかがだったでしょうか。簡単に取り付けできますので、皆さんもですね、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。今回はこのあたりで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね、コメントもお待ちしております。それでは失礼いたします。チャンネル登録よろしくお願いします。